こんにちは、はるです。今日は美容デイということで、すっぴんに帽子マスクで出かけてるんですけど、今日は安い皮膚科でシミを焼き殺してこようと思います。まあその前にね、お腹が空いたんでスタバで腹ごしらえです。ちょっと見てもらったらわかると思うんですけど、日本のスタバと違う点わかりますか？はい、ここですね。食べ物とかのゾーン、冷蔵庫が結構大きくって、日本のスタバよりフードメニューが充実しています。デザートのケーキ系もあるし、マカロンとかクッキーとか甘いパンもあるし、下の段はこういうクロックムッシュとかサンドイッチとか、しょっぱい系のお食事のパンもあります。ちなみにあったかい状態で出てくるスープなどもあります。まあついでなんでね、今スタバでやってる秋のメニュー見てください。こんな感じです。もうすっかり秋ですね。これはリアルピーカンタルト、美味しそう。やっぱフードメニューすごいですね、韓国のカフェは。これはスイートパンプキンラテ with ショット。ハロウィンの季節だからね、かぼちゃなんですかね。で、今回私が頼んだブラックグレイズドラテです。このブラックグレイズドラテ美味しかったです。なんか新しいやつかなと思ったらね、アインシュペナウインナーコーヒーでした。下がラテみたいな感じで、上に濃厚な甘いホイップクリームが乗っています。でもね、この一緒に買ったブルーベリークリームチーズベーグルっていうかね、ベーグルが外れで、他のパンは美味しいのにベーグルはちょっと美味しくなかった。韓国スタバのパンって他のホットサンドとか美味しいんですけど、ベーグルだけは本当にまずかったですね。食べ物にあんまりまずいとか言いたくないんですけど、パッサパサで口の水分全部持っていかれるベーグルでした。皆さんもスタバで食べることがあるときは気をつけてください。今回行ってきた皮膚科はリバースクリニックっていう大きいチェーン店の皮膚科です。もう韓国内いろんなところにある大手のチェーン店です。まあ、工場型の皮膚科ですね。今回私は本出店に行ったんですけど、ここは13階にあるのでエレベーターで上がります。受付はこんな感じです。ここの本出店は割とできたばっかりで、すごく新しくて店内も綺麗です。もともと新町にあったやつがこっちに移ってきました。こういうね、今月のイベントって言って顔のレーザーが19万ウォンだったり23万ウォンだったり、あとフィラー、ヒアルロン酸とかも何 cc で30万ウォンとかね、見てると何やりたいかなって気持ちになっちゃいますよね。はい、すっぴんです。チョンダムジェイでお任せレーザーやったんで、だいたい綺麗なんですけど、やっぱシミって終わりがないので、小さいうちにレーザーで取っていきます。顔のレーザーなんですけど、炎症とか起こさないように先にお尻にステロイドの注射を打ちます。炎症とか水ぶくれを起こさないようにするためのものだそうです。立った状態でちょっと服脱いでお尻を出して、そこに注射を受けます。ちょっと日本と違うからびっくりしますよね。まあ、こんな感じでベッドはめちゃくちゃオープンで、工場型の皮膚科なんで、まあ、プライベートとかは正直ないですね。でもまあその代わり値段が安いっていうのがあるから、こんな感じでベッドがずらっと並んだところでやります。
回受けたレーザーの金額です。色素ケア美白パッケージという2種類のレーザーが16万9000ウォン、アクアピールは4万5000ウォンでした。麻酔クリームを放置した後はレーザー室に移動してレーザーを受けました。でその後また自分のベッドに戻って鎮静管理を受けます。どこの皮膚科もだいたいそうなんじゃないかな。流れはこんな感じです。はい、レーザー終わりました。ちょっと髪ボサボサなんですけど、こんな感じでちょっとねシミがある部分は赤くなってます。今は赤いんですけど時間の経過とともにちょっと茶色くかさぶたになってきます。これは最後にもらったシミのかさぶたの部分に塗るコルチゾールっていうステロイドです。1週間ぐらいはちゃんと塗るように言われました。どんな種類でもレーザーを受けた後は紫外線に肌が弱い状態になってるんで、あんまり外を出歩かずに部屋に戻ることをおすすめします。あと夜で歩くとかね、トンデムンとか行けるからね。レーザーを受けてから数時間後の様子です。ここ赤くなってたシミの部分がこうやって茶色くかさぶたになって浮き上がってきます。でこれが翌日です。コンシーラーと BB クリームで隠してるんですけどこんな感じになります。ちょっと透けて見えるけど、まあめちゃくちゃ気になるってほどではないんじゃないでしょうか。でもねちょっとコンシーラー2回ぐらい重ね塗りしたかな。これでかさぶたがちゃんと綺麗に取れるまで紫外線対策と保湿をしっかりして待ちます。こちらが3日目ですね。その浮き上がったシミがかさぶたみたいにポロッと気づかぬうちに洗顔とかした時に取れていってます。はい、これがだいたい1週間後の様子ですね。浮かび上がったシミもポロポロ取れていって前よりシミが薄い状態になってます。やっぱこういうのは1回だけで全部綺麗になるものじゃなくて1週間に1回やって5回ぐらい繰り返したら本当にシミがない綺麗な状態になるので繰り返してやることをおすすめします。